それでは本日はですね、今から久々に1年、約1年ぶりぐらいに断捨離をしていきたいなというふうに思います。もうクローゼットの中身がごちゃごちゃになっているので、ちょっとひっくり返していきたいなと思います。まあこれが嫁のものはまた別のクローゼットなんですけど、僕のクローゼットはもうこれっていう感じになってて、でちょっと今から片付けていきたいなと思います。まあ、服がこのようにずらっとあってシャツからあるんですよね。で、まあ、いるもんといらんもんを分けていこうか。うん、まあ、これとかは何かあった時いるか。何かあった時ね、スーツのシャツね、うん、これ俺いらんねん。もうセットアップ、ああ、え、いらないの、うん、サイズがちょっとでかい。いや、そんなことないと思うけど、なんかもう大きいひんねん、セットアップが。それそもそも、でも秋はセットアップはいいじゃん。正直そんな格好して出かける場所がないねんか。確かに、そらオフィスがさ、おしゃれやったけど、私のオフィスあれやんか。これも2個ある。まあいいか。で、まあ、長袖のシャツ唯一1枚ぐらいいるわな、まあ、スーツよ、これは、うん、これはスーツじゃないから、カジュアルやから。そうね、お葬式とかね。なんて観光総裁で葬式出てくる。普通結婚好きやろ。いや、一番近そうじゃん、なんか葬式わからんけど。でこれは結婚式の時にね、いるやつやな、うん、袖まくったし、これがオーダーしたやつやな、うん。で、カーディガンもこれはいるやろ。そうね、これはよう着るもんな。着てるね。これアイスブレーカーのやつやな。で、チャンピオンのパーカー、うん、これ微妙やね。え、それよく着てるじゃん。それ私だって避難リュックに入れちゃったからさ、自分のやつ。それじゃあもらおうかな。いや、君服ありすぎ。もうどっかで捨てやな。やだ。で、これはデニムシャツ、ラングラーの。これは気に入ってるから。今月どっちでもいいかな。来年決めたら。そうしよう。うん。その夏になったら。来年決めたら、夏は。このスワローテイルは、これはめっちゃな、旅行とかの時いいね。旅行もそうやし、うん、サッと羽織れる。めっちゃ軽いし。そうね。海の後とかで寒かったら、こんなん着たら寒なやろな。うん。ジャージ、うん、これよ、君着てるよな、俺っていうよりかは、うん、そうね。これもそうやし。だってもうその色タック似合わないじゃん、黄色。あ、髪黒やからな。そう、ヤンキーみたいになっちゃう。で、これがフリースやな、うん、エコワックスの、うん、これグリーンのやつが君今着てるからな、うん、ここにはないけど。ありがとう。俺の服よう着てるもんな。ちょうどいいサイズ感だよ。で、これ暗い、うん、まあ、これも着るわな。着るね。で、でなり、でなり着るね、まあ、これも着るわな、うん、で、暗い着るね。その色に合ってるからね。で、暗いいいね、ゲレプタン。これはめちゃくちゃ着る。いるね。これは絶対着る。今からの時期。これもめっちゃ気に入ってる。なんて今着て作業しようかなと思う。もんだね、これいらん。まあ確かにあんまり。ジャーナルのレザーのダウンベスト。これレザー。かっこいい。これはいるな。うん。これでも俺持ってる服の中で一番古いんじゃないかな、これが。フルカブ？フルカブと思う。1年ぐらいかな。もっと前かな。9年かな。自分で買った、新品で買った洋服の中で一番古い。いるかな。な、うん、これはもう多分あったらあったで着るやろうけど、俺より着る人が絶対おるからな。絶対いるね。だからこれはプレゼントをします。ケルプタ、ドラえもんも、これもな、 L だっけ、 M、 これ M。 いいよ、それだったら私が似合う色だもん。え、私似合うじゃん。いや、服いっぱいあるやん。なんかしてんやったらあげるけど、増えていく一方やん。でもこの前断捨離して3枚ぐらい捨てるじゃん。3枚じゃ期間ぐらいあるやん、うん、M サイズがこれって感じだな、うん、あれと一緒やな、ムクシブーティーをさ、プレゼントしたやん、うん、去年さ、うんうん、まああれもあったら俺も履くやろうけど、うん、俺よりも着る人が絶対おるからな。まあね、まあ別にマウンテンライトだっけ、あ、違う違う、クライムライトあるからいいんじゃない、うん、
これ問題なのがさ、俺いらんなと思ってやついっぱいあんねんけど、君とお揃いやつは捨てられへんのいっぱいあんねん。これはだから唯一同じ生地を70デニールで使ってるやつでもう2個断捨離したから、うん、これだけ残しとこう、うん、これ派手なの好きやし、うん、似合うよこれ。あのまだタグも切ってない。こっから商品紹介しなあかんからタグ切りがあるあらら M? M、まあ、これがあるからマウンテンライトがいらんっていうのも伝えねえからまあね、やっぱり黒が一番使えるよ。うん、黒が一番いいね。黒似合うしね。黒似合わないとおらんか。おらん、誰でもこれとか言ったらさ、イメージ湧くのがさ、うん、ほんまにさっきのレザーじゃないけど、これ8年前のマウンテンジャケットやねんって言えるやん、うん、で、子供となんか公園行くときにこれ8年前なんか汚れてもええねんって言いながら着ていけるやん、うん、何でそんな死んだかもしれない。もうどんどん行こうと思って、はい、でも、ほんとな、またな、大丈夫したのね、これそれいらないの。これな、ちょっとサイズちっちゃい。あ、大きいのがってこと。まあ、買うかどうかわからん。似合ってんのに。だって俺グレーのバーカーあるし。ああ。これもプレゼント。そんなボロボロなの。いらんかな。いらんでしょ、ボロボロだよ、ちょっとそれは。いらんってなったら、誰もいらんってなったら、セカスト売りに行くわ。だからノースっていうロゴだけで欲しい人もおるからな。でそれ以外にもさ、ノースっていうロゴだけじゃなくてさ、ほんまに服とか流されてる人とかいたらいるやん、とりあえず着るもんなんだから。あ、いらん、これは捨てる。物まみれなってやん。大丈夫、これ仕事の時もう履かへんし。かわいいよね。一回履いたやん、今年。かわいいもんより今年履いたかどうかが大事やから。足そんな折れ本数ないから。もったいない、それ大好きだったのに。大好きけど履いてないもんはいらんもんや。そういう切り方しがら、物にあふれたらしんどいよ。あ、これもいらんわ。パンツ、スウェットのパンツ。あ、これはいらんね。これいらん。いらないね、ポイン。このあの免許証 T シャツ、これはもうそろそろいらんで、ボロいから。へえ。もう役目果たしたんちゃうかな。役目果たしたんか。じゃいいんじゃない。お前よ頑張ったぞ。パジャマにすれば。パジャマの方が綺麗かもしれん。嘘、そんな汚い。汚い子ではないねんけど、もうやっぱ味はあるよね。だいぶね。まあでも US コットンやから持ったっていう感じだけど、うん、パジャマにすればいいのに。パジャマにしようか、うん、これパンツもどう。ジャージパンツもし着る人がおれんやったら私もいいだろ。着る人がおれば無理でしょ。俺が持ってるよりな。履いてないの。履いてるねんけど、うん、そんなに履きたいと思うかって言われたら分からん。他にも履きたいと思うやついっぱいあるから。じゃあいいんじゃない。アルパインライトパンツだっけ。あれバッグ履いてるもんね。そうやな。だったら最近ドールライトの方が履き心地いいことに気づいてん。じゃあそういうのもう一着買ってもいいかもね。着ないやつ持ってるより。これ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 が。そう、それよく見るね。よう履いてるやろ。うん、めっちゃ履き心地いいねこれ。へえ。これオレンジもいらんな。もう着てへんもん。まあサーフィン上がり来たらおしゃれだよね。月に1回行くかいかんかわからん。サーフィンの後のためにいっぱいあるやん、サーフィンの着る服。いらんいらん、そんな体1個しかないから。で、ここは赤ずの扉やからな。何やねんこの。これあの、今の P になってるから多分わからへんけど、去年の断捨離動画見てくれてる人は多分わかる。あそこのコーナーねって。という感じか。でもちょっとスッキリしたな、この辺。おー、いいじゃん。ええな。うん。ここで動画撮るの初めて。はい、ではですね、まあ一応こんな感じで、ちょっと処分するものっていうか、まあ必要じゃないことはないんですけど、切れる、全然切れるんで、まあ僕もここから残しとこうと思ったら残せるんですけど、僕別にコレクターじゃないんで、まあなんか体も一つしかないし、切れる人がおるんやったら、まあその人に来てもらったらいいかなと思って、で、まあ、こういうマウンテンライトのストームブルーとか、あとこのケルブタンとか、で、このノースのパーカーとか、プレゼントしたいなと思って、で、まあ、今回は、ちょうど僕今10月の半ばなんですけど、ちょっと前に、あの、台風の影響で被害に遭った方もいらっしゃると思うので、で、その方の中で、まあ、家が流されたりとか、あとまあ洋服失ったりとかっていう方もいらっしゃると思うので、で、そういう方に、まあ、今回プレゼントしたいなというふうに思うので、まあ、被災された方っていうのを、
条件っていう感じで、まあ、プレゼントさせてもらおうかなと思います。で、一応動画の説明欄下の方に応募フォームやってますので、まあ、そこに住所と名前とあとコメントというかそのメッセージ書いてもらって、で、まあ、どういう状況でどうなってどうなってますみたいな感じのことを書いてもらって、で、僕がそれを読ませてもらって、まあ、僕で選ばせてもらって、あの直接私に行きたいなと思うので、ちょうど僕来月11月があの東京に行く機会あるので、でそのついでにもうあのお渡しさせてもらって、直接お渡しさせてもらうっていう感じになっているので、あの、まあ、そうやって被災されて困っている方に、まあ、今回これが行けばいいなというふうに思いますの で、 で、まあ、渡してからはもう自由に売ってもらっても何してもらっても僕は全然何でもいいので、あの、はい、そういう感じでプレゼントしたいなというふうに思います。ということなんで、まあ、一応条件は、まあ、被災された方、まあ、それが今回、応募条件かなというふうに思います。まあ、というのがですね、まあ、今日はちょっと不思議な場所で今締め動画を撮ってますが、ここであの締めたいなというふうに思います。今回は断捨離をしてみたという動画になってます。以上、ありがとうございました。